コーヒータイム。今日でね、前に謎の豆、前に言った謎の豆、ちょっとラベルをね、付け忘れていて、で、わからなくなってしまった豆がね、終わりです。多分ね、ガテマラかマンデリンだと思うんですけど、多分ガテマラだと思うんだよな、この味。そんな感じがしてるんですけど、まあ今日でね、おしまいっていう感じですね。で、今日はね、何の話しようかな。最近ね、いやほんとね、絆愛にハマって絆愛ばっか聞いてて、特になんか話すこともないんですけど、あ、そういえばね、コーヒーつながりで、コーヒーつながりっていうか、あれなんですけど、ダヴィンチっていう雑誌があって、で、それでね、あ、ちょっと今はね、手元にないんであれなんですけど、ダヴィンチっていう雑誌に、僕がよくね、コーヒー豆を買っている田島屋さん、新宿にね、ある田島屋さんっていうところがある、まあ、コーヒー屋さんがあるんですけど、そこがね、取材を受けて、ちょっとね、まあ、そこのね、お店は僕が大好きなね、ネルドリップっていう入れ方、コーヒーをペーパーフィルターでね、こしてくれるっていう、そういうような、袋みたいなね、フィルターがあって、ネルドリップっていうね。で、それで入れてくれるっていう店なんですけど、そこがね、田島屋流のネルドリップの入れ方みたいな、そういうような、記事が載ってるっていう話で、昨日ね、夜、買いに行って買ってきました。ちょっとね、記事の内容とか見せられないんですけど、なるほどね、みたいな。まあ知ってたんですけどね。そういう入れ方だろうなっていうので、しょっちゅう行ってるし。まあ、さ、ここ最近ね、コロナになってから一回ぐらいしか行けてないんですけど、まあ、前まではね、もうすごいしょっちゅう行ってたんで、入れ方も見てるし、で、コーヒーのセオリーからは大きくは外れないだろうっていうところは知ってたんで、まあ、そういうような感じだろうなっていうところで入れてたんですけど、一個ね、意外ってほど意外ではないんですけど、田島屋さんってね、焙煎がすごい濃いんですよ。なんで、結構高めの温度。僕がいつも入れている、85度以下で入れてるんですけど、入れ終わってしまった。はい、コーヒー入れ終わりました。僕はいつもね、コーヒーを85度以下のちょっとね、ぬるめのお湯ですっきり入れるみたいなのが好きなんですけど、田島屋さんのね、そのネルドリップの入れ方はちょっと高めの温度、87度から90度のお湯で入れてるっていう風に書いてありましたね。確かに焙煎が濃いんで酸味とかね、そういうところは出ないから、確かに少し高めの方が合ってるのかなと、まあ、しかもネルドリップなんでね、とか思ったんで、ちょっと今度やるときにね、少し高めの温度で入れてみようかなと思いました。まあ、週末ぐらいですかね、ネルドリップで入れるとしたら。はい。ちょっと面白そうだなと思ってます。はい。はい、コーヒーいただきます。最近ね、コーヒーがね、またね、なんかすごく美味しく感じるようになってきたんですよね。何の違いなのかわかんないですけど。いただきます。うん、美味しい。はい、ジェクモです。今日はね、じゃん、これ、前にちょっと紹介したこのね、ビオレのおうちでエステ、肌を滑らかにするマッサージ洗顔ジェルね、これをね、使い始めてから丸1週間経ったので、それのね、レビューみたいなのをやっていこうと思います。結構ね、思いのほか、そのアクセス数が多くて、気になってる人もいるのかな、みたいな、その後ね、どうなったのか、みたいな気になってる人もいるかなと思うので、一週間使ってみたね、感想みたいなのを言ってみたいと思います。で、まあ、結論から言うと、かなりね、良かったと思います。まあ、僕がね、もともと、その、スキンケア、そこまで、きっちり、毎日ね、
あの洗顔フォーム使ってガシガシ洗うみたいな感じではなかったっていうのはあるとは思うんですけど、使ってたのが顔もね洗顔もできるタイプのボディーソープっていうのを使って、で顔をねお風呂に入った時に一緒にこうやって洗うみたいな、そういうことはやってたんですよ。で夜もう基本的に朝起きたらその目やにとかがついてるからちょっと水でねジャバジャバジャバって洗うぐらいはしましたけど、そのぐらいしかねいつもやってないんですよ。まあそこら辺はね毎日変わる、まあ今までと変わらず、その夜の洗顔、お風呂入った時の洗顔っていうのをこれに切り替えたっていう感じですね。でちょっとねあのまたマクロでその鼻のねここの表面を写真撮ってみたので、あのちょっと、ね、気持ち悪いって言うかもしれないんですけど、ちょっと比較でね並べて出してみたいと思います。その今ねあの何もしてないんですけど、前にね何もしてない時に撮った状態の時と今何もしない状態で撮ったやつっていうのを並べてねちょっと表示したいと思います。こんな感じなんですけど、あの前はね結構顔はね油ぎってたなっていう感じはしてたんですよ。鼻の頭とか特にね。なんですけど、まあ見てわかる通り、まあ鼻のね、なんていうの、ブツブツ？ブツブツっていうか、その鼻からちっちゃい産毛みたいなのが生えてるのはちょっとそれは置いといて、結構ね、綺麗な感じになってるんじゃないかなと思うんですよ。その角栓とかはちょっとわかりづらい、もともとね、わかりづらかったんですけど、まあすごい油が浮いてる、なんかちょっとゴミみたいなのが浮いてるところがね、その前の写真だとあったとかしてたんですけど、油のねゴミみたいなの浮いてたりとかしてたんですけど、そういうのもね全くなくて、かなりね肌っていうか鼻のあたりとかも特になんですけど、印象がね良くなったなっていう感じはしてます。実際触ってみてもね肌の調子もいいですし、何よりね結構毎日洗った後の肌の突っ張りとかも特になくて、洗った後ね、さっぱりはしてるけど、その、なんか嫌な感じじゃない？さっぱりしすぎてないみたいな、ちょうどね、いいしっとり感みたいな感じが持続してたような気がするんですよ。っていう感じなんですけど、洗い方、まあ、前回も言いましたけど、これの使い方としては、まずね、あのお風呂に入って、少し長め、5分とか、まあ10分、もうちょい入ってるかな、15分ぐらい、本とか読んだりとかね、携帯とかいじったりとかしつつ、15分ぐらいお風呂に入って、じっとりね、顔に汗が浮いてきたぐらい、そのぐらいに、ちょっとお風呂出て、で、これをね、塗って、また30秒ぐらいね、放置して、そっから流す、みたいなのを続けてたんですよね。で、それで、まあ結構ね、手間もかからずに、なんか洗顔フォームとかだと泡立てて、なんかゴシゴシやって、みたいな。あのね、なんか、わかる人いるかわかんないですけど、洗顔フォームとか、あと、その前に使ってたボディーソープもそうだったんですけど、洗い上がりの、なんか、肌を触った時の、なんか、ギュッギュッって擦れる感じ、あれがすごい苦手だったんですよね。だから、その、あんまり洗顔し、その、念入りにやらないっていうのもあったんですけど、これだとね、特にそういうのもなくて、なんか、顔のね、必要な油分まで取りすぎないみたいな、そういうようなね感じがしてたんですよね。そういう印象がすごい強くて、すごくね個人的には気に入りました。まあ、これからもね続けていこうかなっていうふうに思える、そういうね洗顔フォームでしたね。まあなんかもう一種類もあるんで、そっちもね試してみようかなと思うんですけど、そっちはねどっちかというと乾燥肌の人で、こっちは油っぽい人みたいな感じなんで、僕にこれがちょうど合ってたのかもしれないですね。うん。っていう感じで、すごくね、専門家ではないんでね、なんとも言えないんですけど、洗ってみた感想、まあ一週間ね、まるまる一週間使ってみた感想としては、ものすごくね、肌改善したんじゃないかなと思います。もしね、気になる方は、概要欄にね、リンク貼っとくんで、試してみてください。っていう感じで、バイ。